音羽会、流行、上等繋いできた先で、いよいよ審査結果の発表に移りたいと思います。発表に対しまして、まずはファイナルチームの代表者の皆さんとご来賓の皆様にご登壇いただきましょう。それでは皆さん拍手でお迎えください。第20回ネオ陶芸祭、8チーム、ね、それぞれ素晴らしいご披露いただきました。さあ、この中で順位ですね、表彰及び大賞の発表をさせていただきます。合わせてご来賓の皆様にもご登壇いただきます。皆様改めて大きな拍手をお願いいたします。はい、そしてですね、一人プレゼンターをお呼びしたいんですけれども、今新型上部で踊っていた大沢さん、はい、すいません、ありがとうございます。さあ、それでは、審査結果の発表の前にですね、まずは犬山陶芸祭パレード大賞の表彰から行わせていただきます。それではパレード大賞を受賞されたカモンの代表者の方は、舞台の中央へお進みください。表彰は部長初代会長大沢健一様にお願いいたします。表彰状、犬山陶芸祭パレード大賞、カモンドのキーチームは第20回犬山陶芸祭において優秀な成績を収められましたので、これを称します。令和6年6月2日犬山陶芸祭の実行委員、おめでとうございました。カモンの皆さん、パレード大賞本当におめでとうございました。3時間以上にわたって皆さんのパレードを見させていただきましたが、本当に、パワーを感じるいいパレードだったと思ってます。カモンの皆さんはですね、最後審査員のギリギリまで来られまして、あんだけアピールされると少し鉛筆が滑るなっていう、そういう感じでした。っていうぐらい、本当にカモンの皆さんのパワーに当てられたなと思って見てました。とても素晴らしい夢でした。その他にですね、パレード大賞は一つしかないのであれなんですけれども、僕が見ていて、とても好きだったチームさんがですね、ありがた屋さんと、とても綺麗でですね、パレードされてるなと思って、とても美しかったので、とても良かったと。あとですね、淑徳大学のウェイトの皆さん、人数の少なさをですね、皆さんの工夫で、いろいろとこう頑張ってらっしゃるのがとても、心を打たれました。その他にも本当にたくさんのいいチームさんいましたけれども、今回はカモンさんということで、次は皆さん負けずに、大賞を取ってください。本当にお疲れ様でした。おめでとうございました。
さあそれでは、ファイナルの審査結果が気になることとは思うんですけれども、結果発表の前にですね、本日お越しいただいたドランヒーの方より、ファイナル審査の公表、いただきたいなというふうに思っております。本来であればご来賓の皆様、審査員の皆様お一人お一人からお話を伺いたいところなんですけれども、皆様を代表しまして石田様からお願いしてもよろしいでしょうか。それではお願いいたします。私は夢山祭り保存会の会長をずっと務めてます。ですから、日本中の名だたるお祭りは見てます。開会式も言いましたけれどもね、祭りの原点は歌と踊りです。ですからね、今日の皆さんの踊りもね、実はものすごく深いんですよ。深いところにあるんです。それを時代とともにアレンジしてリメイクして、そしてもう今の時代の最先端を皆さん演舞する、素晴らしい試みだと思います。なかなか採点するの難しかったんですけどね、ひらめきだけでしました。1位だとかそれ以外とか それはあまり関係ないんですが、しかし表彰という制度がある上は順位がつきました。そんなことです、それとね、私皆さんにもね、問いかけたいんですけどね、犬山祭りはユネスコの無形文化遺産です。でね、世界遺産というのはね、物なんですよ、お城だとか教会だとか物なんです。ところがね、無形文化遺産というのは21世紀になって初めてユネスコが作った制度で、これはね、無形というのはね、こういう皆さんのような踊りだとか歌だとかね、物じゃないんですよ。ずっと伝統を続いてきたそのコミュニティやその土地の文化を、無形のものをユネスコは無形文化遺産として登録して、これ21世紀の新しい、世界のグローバルな中での文化の考え方なんですよ。だからね、ここに出場する皆さんはそれぞれの地域のまさに無形文化遺産です。で、私のことに限って言うとね、犬山祭りっていうのは伝統は古いものがありますけれどもね、それこそ古代社会の古墳時代からのずっと日本の伝統的なものがあるんですが、その犬山祭りの中から城が生まれてきました。城を作った人たちは、創設した人たちは犬山祭りをやってきた人たちもいます。だからね、僕はね、城はね、これあとで市長が挨拶するでしょうがね、犬山の無形文化遺産にしてほしい、これ。でそれから皆さん、今日出た人たちはみんなそれぞれのふるさとの無形文化遺産です。自信持ってください、頑張ってください。ありがとうございました。石田さん、ありがとうございました。さて皆様、お待たせしています。ファイナル審査の結果が届きました。これから発表してまいりますが、時間の都合によりこの場での表彰は優秀賞3チーム、そして犬山陶芸祭大賞2チーム、また犬山陶芸祭大賞の5チームのみとさせていただきます。失礼しました、6チームとさせていただきます。失礼しました。発表は6チーム、表彰は1チームのみとさせていただきます。ご了承ください。それでは発表いたします。優秀賞から発表します。優秀賞、勝負の皆さん、そして
優秀賞やよいの皆さん、そして優秀賞上昇の皆さん、受賞された皆さん、おめでとうございます。さあ残る賞は峰山陶芸祭大賞と準峰山陶芸祭大賞のみとなりました。それでは第20回峰山陶芸祭大賞を発表いたします。第20回峰山陶芸祭大賞は、表彰は犬山陶芸祭スペシャルサポーター犬山市長原義信様に感想とともにお願いいたします。表彰状、犬山陶芸祭大賞カモン殿、Aチームは第20回犬山陶芸祭において優秀な成績を収められましたので表彰します。令和6年6月2日峰山陶芸祭実行委員会、最高にかっこよかったです。おめでとうございます。それでは会長に受賞された神の代表の中田の情報の一言いただければと思いますので、言葉にお送りください。皆さん、峰山陶芸祭いかがでしたか。ありがとうございます。これが全てファイナルに残った、そして参加してくださったチーム踊り手の皆さんの思いであり、私たちのエールであります。本当にいい踊りでありました。その中でもパワーをいただいた、元気をもらったカモンの皆さんがナンバーワンになりました。本当に素晴らしい踊りでした。ありがとうございました。それぞれのチームは自分たちの大好きな街を踊りで表現をする。本当にすごいことだと思ってます。演舞の中に自分たちの街への思い、そして自分たちが大好きな街をそれぞれの踊りの形で表す、陶芸祭最高です。チームの皆さんはそれぞれの自分たちの住む町の誇りです、自慢です。これからも自分たちの演舞で思う存分大好きな自分たちの住む町を踊りで表現してほしいと思っています。改めて全ての皆さんに感謝申し上げ、また来年もこの犬山の地で
皆さんにお会いできることを楽しみにしています。来年もぜひ皆さんお出かけください。そして第20回の陶芸祭の開催にあたり多くの方にお出かけをいただきました。心から感謝を申し上げ好評とさせていただきます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それでは今回大賞を受賞されました鴨の代表者の方に一言いただければと思います。はい、今度は、20回開催おめでとうございます。そして、ご声援をいただいた皆様本当にありがとうございました。最後まで踊ること、そして見ること、皆様と一緒に楽しんでいけたらなと思っております。最後までまだまだあります。一緒に楽しんでいきましょう。ありがとうございました。さあ改めて2年は陶芸祭大賞を受賞されましたカモンの皆さん、そしてファイナリスト受賞されたチームの皆さん、おめでとうございました。それでは以上で表彰式を締めさせていただきます。それでは審査員ご来賓の皆様もありがとうございました。皆様ご講談をお願いいたします。改めて大きな拍手をお願いいたします。